今アメリカである薬の試験結果に注目が集まっていますそれが肥満症治療薬先月末医薬品大手イーライ・リリンが肥満症治療薬マンジャロの後期臨床試験の結果を発表。それによると薬の効果で 患者の体重が平均で26.6%も減ったとのこと肥満大国としても知られるアメリカこの薬の承認には大きな期待がかかっています一方日本ではあまりなじみのない肥満症治療薬世界と比べだいぶ遅れを取っているのですがそんな中 今年およそ30年ぶりに2つの肥満改善治療薬が承認されました1つ目は肥満症を患者に投与する注射薬ウゴービそしてもう一つがドラッグストアなどでも販売が認められた飲み薬アライです。薬での治療に SNS では。 肥満症の人には嬉しいね運動は時間かかるし薬はタイパイ市販されるなら試してみたい果たして今後も新薬の承認は進んでいくのでしょうかただ中にはこんな不安も市販で売らられたら過度に痩せる人いそう副作用とかはないのかな てか運動して痩せた方が健康的でしょうということでここからは肥満症と治療薬について専門家に伺いますではゲストをご紹介いたします、えー、肥満症の治療に詳しい、えー、名古屋市立大病院、えー、肥満症治療センター副センター長でいらっしゃいます田中智博さんです田中さんどうぞよろしくお願いいたします よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、日本でもおよそ30年ぶりにですね。肥満症の治療薬が承認されたということで、これが大きなニュースになっています。まず、田中さん、このまあ、肥満症というのは肥満とは違うということですけども、この違い含めて肥満症とは一体何なのか教えていただけますか？はい、あの肥満というのは例えばあの高身長。 とか色白とか言うと、まあ、あの背が高い色は白っぽいうん、うん、これ病気じゃないですよね。と、はいうん、いうのはあの単に太っているだけで別に病気にならなければ基本的には医療の対象というわけではないんですけれども太ることによって、まあ、例えば糖尿病になるとか血圧が上がるとか、うん、場合によったら心筋梗塞とか脳卒中を起こしてしまったらこれはもう病気ですので肥満があってそれが原因になって病気になっていると。 いうのをこれ肥満症というふうに呼んで、えー、これはまあちゃんと健康保険を使って治療しましょうというそういうことになっておりますはいありがとうございます今画面に出てますように肥満症の判定基準11の健康障害これらがあるとか引き起こすリスクが高い状態これを肥満症というということですね、えー、逆に言うと肥満であるというのは何かあの判定する方法があるんでしょうか はいあの、肥満かどうかは日本人では BMI 体格指数25というのを基準にしてまして、うん、あの今、出していただいてますあの海外ではあの大体30以上肥満というふうに基準てる国が多いんですがそ,ですあのそれは日本人は BMI25 とか26とかすごく小太りでもこの健康障害を起こしやすい。うん、逆にすごくものすごく太っ でなくても病気になりやすいという意味で、あの厳しい基準になってます、はいまいありがとうございます、さあその上で、今回、まずですね肥満症の治療薬ということで、ウゴう,うという薬ですね、はい、こちらが3月に承認されましたと、はい、これはどんな薬なんでしょうか、はい、これはもともとセマグルチドというふうに有効成分書いていただいてますが。 あのこれあの膵臓に作用してインシュリンを出やすくするということで糖尿病の薬としてて使われるようになってきたんです、うん、であの日本でもこの同じ成分のものがすでにあのオゼンピックという別の,病あの商品名ですでに発売されてるんですけどもこのお薬実は使ってみたら痩せるんだということがあの最近分かってきたので糖尿病の薬としてだけじゃなくてせっかくそういう体重減らすというそういうあの作用があるのであれば。 肥満,の薬肥満症の薬にしようということで、承認、治験が行われて承認されたと、ただまだあの発売はあのされていませんで、まだ近いうちに発売されるのを楽しみにしているところです、はい、でこのうごうについてはです、ね、ここに書いてありますように、注射ということで、えーまあ、クリニックとか病院で、まあ、処方されて、えー、注射される<あ>ということなんですが、どどうぞどうぞぞ医師による週1度の投与、うん、とよっていうことなんですが、あの注射器はあの簡単なもので、ご自身で、うん。 あの家に持って帰って注射していただくものですがあの処方箋がいるという意味ですありがとうございますさあその一方でもう一つアライというですね、えー、市販薬これ初めてということになりますけども承認されたこれ2月ということですね、はいえー、つまり、えーまあ、薬局とかドラッグストアで買えるようになるということなんですがこれはどんな薬なのかお,お聞かせいただけますか はい、あのこれはあのもう書いていただいてる通り例えば油っぽいものを食べると太るっていうあのイメージが皆さん、あるかと思うんですけれども油を食べてもあの分解できなくするお薬なので、うん、食べたものが比較的そのままちょっとあの夕食の時間かもしれないのであまりちょっと避けたいんですけれど、うん、あのそのまま油っぽいままであのお通じに出てしまうようになることであのを食めても太りにくいと。 そういういお薬です、はい、でこれは1つポイントなんですけれども肥満症治療薬ではないと肥満症ではない18歳以上の肥満の人ということになっているということなんですけれどもこれを使うことの効果とリスクについて教えていいただけまますすか、はい、ありがとうございますあの実はこのお薬アライの成分はあのオルリスタットというお薬あの成分なんですけれどもこれは1999年にアメリカですでに承認されて。 でもうですので、二十何年間、アメリカではあの普通に使われ医師の処方で使われてきたんですが、ただ、アメリカではちょっと量を減らしたものをその薬局で自由にドラッグストアで買えるようになって、もう長らく経ってます、うん、ですので安全性はその少ない量であれば、そんなに問題ないということで、今回、こういう形で承認されたんですが。 あの副作用としてはやっぱり書いていただいているようにあの油がそのまま出ちゃうということですのであの下痢になっちゃったりとかですねちょっと下着を汚しちゃったりとかいうのがあのよく知られている副作用ですあそれはつまりあれですか自分であの予期せぬ形で、えー、まあ排便してしまうっていうことですかね。 油っぽいものが出てしまうので、うん、なかなかあの止められないと言いますかね、うん、あの自分で意識して出したり止めたりするのがちょっと漏れちゃうというようなことですね、うんはい、あの田中さんはその肥満症治療の専門家として自分が肥満だとか肥満気味だとか太って感じてるって人がこれをドラッグストアで買って、えー、飲むことっていうことについてはどんなふうにお感じになってますか。あそうですねあの やはり、えっと、ちょっと真面目な話になっちゃって面白くないんですけどやはり肥満症の治療あるいは肥満の治療というのはこれ治療じゃなくて予防肥満症にならないために肥満の方を体重を減らそうねという予防のための薬がアライですのでこアライを使うというのもあの食事療法、運動療法と全部込み込みで、うん、あの使ってほしいなと。 まあそのことのメッセージが伝わったらいいなとうう思っていますさあパックンここまでどうでしょうかいやあのまあ肥満な方が多い国から来た僕から見ればあの自分の体重に悩みすぎてる日本人が非常に多いと感じます <laughs> でボディコンプレックスっていう言い方あの最近日本でも聞くようになりまして自分の、えー、体型にコンプレックスを持って外に出,出られないとか水着に。 水着を着られないとかあの昔好きな洋服が着られないとかなんかその恥ずかしいとか恥を抱えてる方が恥ずかしい気持ちとか恥を抱えてる方が多すぎると思うんですよ。で ちょっと太ってても健康体ですよということをまずみんなに認識していただきたいですね。うん、田中さんもあの専門家なんですけどそれが健康被害だったりもしくはあのそれ以外の被害だったりすると対策を取るべきだと思うんですけど薬に頼る前にまず努力していただいて本当にそれでもダメな時にあの専門家に相談した上であの市販品でもあの処方薬でも選んでいただきたいんですけど。 単純になんか、わすごいものが出たつい言って、よし、食う前に飲むぞっていう、<laughs> そういう安易に痩せられるという考えで、こういうものに手を出してしまうと、結局、なんか自分の辛い目に遭うだけで、うんあの、がっかりするかもしれないなと思うんですよ。はい、全部その努力とカウンセリングと正しい処方も、すべ、うん、て、まるまる含めてのプランを立ててから。 取り組んでいいいたただきたいなと思います、はい、最初におっしゃいましたけども要はそのやっぱりそのもっと深刻な、うんえー、肥満の、うんえー、問題を抱えている国っていうのは、はい、海外にたくさんあって、まあ、アメリカもその一つなんですけれども、はい、つまりその肥満と例えば糖尿病との関連とかあって、うん、それこそ、はい、あのファストフードとか、ねえー、炭水化物とか、はい、ソーダ水とかこ,この辺のものがもたらす、えー、貧困層との関連みたいな、はい、こ,こういうものの中で非常に注目されてる。 市場ではあるっていうところあると思うんですよねです。だからあの、うん、まあ総論になりますけど、アメリカ人があの戦っている肥満と日本の方々戦っている肥満はもう別格なんですよ。別次元の問題なんですよ。うん、日本で健康的な食,食生活を送るのはそこまで難しくないんですよ。あの和食地帯がすごい、うん、健康的だし、周りがみんなクエクエ言ってるわけではないんですよ。はい、アメリカはクエクエの国ですよ。うん、僕がアメリカに帰るとえ病気って言われるくらい。 周りに比べて痩せてるんですよお<ー>でお前心配だから食え食えって言われて2週間で5キロとか太って帰ることあるんですようん、うん、アメリカにちょっと行ってきただけでそれに比べて日本の方が健康体を保ちやすい国である、うん、ありますからアメリカ人向けの薬と日本人向けの薬が同じものだと思わない方がいいかなと思うんですよはいなるほどありがとうございます夏夫さんどうでしょうかそうですね、うん、僕はあのとにかく今ドラッグストアに行ってもね それからコンビニでもですよ、うん、その油分を吸収させないでお通じで出すっていうサプリとか、ねはい、もう大量にありますよねそういうものが本当にこう厚労省とか専門家の方が検証しないまま市場に出てるぐらいだったら、うんうん、ちゃんとしたこういう承認された薬が出てきて。うんうん そういうちょっと効果がまあ本当なのかどうかよくわからないようなものじゃないちゃんとしたものがある方がいいんじゃないかなって思います。うん、あまりにサプリ多いじゃない、えー、そうですか、ね。はい。でも言ってみれば今回のね新薬っていうことで言うならばそれをちょっとあの特にその市販薬の方は。 助長しかねないようなこう使われ方の恐れっていうことをどう考えたらいいのかっていうのは一つ議論になるのかなというんですがそ,そういう人はもうサプリでガンガン接種してると思うんですよねでもそのサプリはどうなのかっていうとやっぱりそういうい<ー>こういう口が出てきたらそういう人は乗り換えてくれた方が全体的なリスクとしては下がるんじゃないですかなるほど田中さんどういうふうに考えたらいいですかここはそうですねあのおっしゃった通りだと思います。あの ほとんどエビデンスがないあのサプリとかが氾濫していますし、まあ、中にはあのちょっとあの本当に痩せるんですけれども実は怖い成分が入っている薬とか、うん、あの例えば甲状腺ホルモンなんかの入っているとかですねそう,そういうものも中にはあ,のあるというふうに聞いていますのでそういうものを使うよりはやはりちゃんと安全性とあの有効性があのちゃんとした試験で示されたものをぜひ使っていただきたいというのが一つで。もう一つはあのやはり クリニックでもあの肥満症を専門にしているわけじゃないんだけれどもちょっとその、まあ、外見的なこと、まあ、美容的なことのために割と気軽にこういう薬剤を例えば海外並行輸入とかで渡してしまうようなあのところもないわけではないので、まあ、そういうところでちゃんとしたその管理をせずに。 もういきなり薬だけ何万円とか言って買ってしまうということはぜひ避けてほしいな、うん、でそういうところにあのそのご自身の健康のためにも良くないですしそういう方がじゃんじゃんその買われると本当に使わないといけない困っている患者さん肥満症の,あの難治性の患者さんのところに回らなくなってしまったりという問題も、うん、昨今起こっていまして非常にこれ懸念されてあのいる問題ですのであのやはり えー、薬を使うべきかどうかも含めてあの専門家を一度訪ねて あ,のあなたは薬がやっぱ必要じゃないかという場合にあの適正に使っていただくというのがあのいいかなと思ってます田中さん、最後、えー、何かおっしゃったことがありましたらお聞かせい BMI25 とっていうのがあの厳しすぎるんじゃないかというのはあのこれなかなか難しいところで、うん、本当は BMI で決めちゃだめなんですよね、うん、病気かどうかで決めないといけなくて、うん、なのであなたは BMI25 ですと言われて痩せなきゃと思うんじゃなくて。うん あなた糖尿病もあるし血圧も高いしまあひょっとしたら心臓の血管も細くなっているかもねって言われたらその時に BMI を見てこれが25だったら以上だったら痩せようとまあこの順番が正しいと思います、うん、でまあもう一つ最後にあの幸せを目指すというのがまあ本来で痩せることを目指すというのは本来ではないのであの私はまああの外来に通っていただいている方にはおいしいものをちょっとだけ食べてあの幸せになろうと。 えー、まあそのことで痩せられたらダブルに幸せだよねという話を、うん、あのさせていただいてます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。